はい、すいません。続きよろしくお願いします。はい、じゃあ今回はね、スタート出してるということで、きたこれを使いこなせなくちゃいけない。いろんなね、スタートの方法が3つぐらいあるのに、いいとこがある。例えば、両足揃えるスタートあるし、ロケットスタート、そうそうそう、あとちょっと離れてさ、王子のゲロンティックみたいな。あ、惜しい。ロンゲートスタート、ミドルスタート、両足するのバンチスタート。あ、バンチスタート。これはでも、その3パターンしかないわけではなくて、実はもうそもそもずっと言ってきてるけど、陸上の理論に基づいた中で、体のね、大きさとか長さに合わせて微調整して、ちょっとエロンゲートスタートに、はい、基本はミドル。もうミドルは何からできるかっていうのを、はい、実際に武田君に持ってもらって紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。バイクは今日はあります。持ってきてるんですか。履いちゃおう。履いちゃいますか。はい、ノープ最高。ダッシュで行こうぜ。はい、履き替えました。大まかにどういう動きがいいのかっていうと、見てみると、まあ、手がね、しっかり垂直に、それから前足の角度、後ろ足の角度、飛び出す角度、このあたりがね、ポイントになってくるので、ちょっと実践をしてみたいと思います。はい、ではセッティングの方法になるんですが、セッティングの方法、基本大前提としてブロックの角度、前足は基本ほぼ45度。これすごく高くしてる人いるんです。結局のところこれに足を乗せた時に、高くなればなるほど足首は緩んじゃうんですね。45度の飛び出しをしていくとかとこういう感じなんですね。ただ高くなってしまうと当然だけど飛び出し角度で低くなる、はい、もしくはそのために足首を伸ばして調整をしちゃう。そうするとせっかく締めて90度になってる足首が緩んで、一番力がね、こもるのが90度垂直なので、しっかり面に対して90度で45度になるように、基本前足は45度、これはね、しっかり徹底をする、はい、方がいいかなと思います。ではセッティング、基本的に両膝立ちになって、両膝立ちそのまま手をつけます。方は、まあ、V の字を少し作るというか台形みたいにして、こういう感じですね。できれば垂直、ワイドにしてる人の意味って何かあるんですかね。垂直で、ワイドにすることによって重心の位置が下がる、まあ、そういうふうに低く飛び出したいという狙いに基づいた、まあ、構え方。腕に対して非常に負担が大きいので、まあ、あまりおすすめはできない。効果のない練習っていう話になっちゃうんだけど、はい、効果のない練習ってはないのね。はい、どんなことでもやっぱメリットデメリットがあって、はい、そのバランスが非常に重要。なるほど。できるだけメリット、確実性を求めていたものは、まあ、まずは肩幅ぐらいに。この時、なんで正座したかというと、正座した状態で姿勢をまっすぐする。そのまま手をつけて、まあ、ここから形をね、作っていく。右足を、まあ、つま先立ちになって、ちょっとずつ前に進めていく。手と膝が当たりそうな位置になったら、このまま、ここの、ぐにゃっとスパイクと、この辺りを基準に、ブロックの先端を当てて、ボードが発動してセットします。でそのまま構えていたときに、すねの角度、地面に対して水平よりかはちょっと高いです。窮屈。ここのすねの角度が構えたときに水平ぐらいになるポジションが、一番股関節の力を出しやすいです。ポイントとして、この場合は少し下げて、再び構えてみる。僕にとってはこれぐらいちょうどいい。このすねの長さとかももの長さとか、ここの股関節の柔軟性にポジション変わってくる。前足のチェックポイントはこのすねの水平のところ、まあ、ここをね一つ見てもらえれば、はい、まあ、その時に背中丸めちゃうと前足が変わってきちゃうんですね、はい、背中丸めちゃう。なるほど。しっかり最初に背中まっすぐにした上で調整するのが肝になります。これが前足で、後ろ足なんですが、大体前足のつま先がつくところと同じか、そのちょっと前ぐらい、同じか、そのちょっと前ぐらい、つま先の位置と膝が同じぐらい。このパターンでいくと、ちょっと伸びちゃうつま先が伸びすぎてしまうので、この狙いは大体120度ぐらい。120度。もう少し前に調整します。そして角度もこうなってくる。後ろ足は膝の角度が開く、変わってくるので、だいたい1段高くなります。90度であれば、45度になって、実際すると120度になってくる。こうすると今度足首が伸びていく。それを防ぐために1段高くなる。これはバッチスタートとかあったら一緒でいいんだけど、少しずれる場合は、この足の角度の分がブロックに対して90度と120度で45度で、ここは前に手を上げると、おそらく気づいてくる。で、ここからブロックに対してまっすぐ力を
早っ。ダッシュで行こうぜ。じゃあちょっと見てみたいと思います。右手がもうちょっと内側かな。そう、結構狭め。でもこれでまっすぐぐらい、意外と狭く感じると思います、はい。では前足をちょっとずつつま先立ちになって近づけていってください。ちょん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 とつけながらですね。そのあたりかな。膝ちょっと横にくるくる回して当たるか当たらないかぐらい。ではそこから足首をギュッとしっかり締めて、こっちから見るとちょっと上向きだね、ほんのちょっと。で多分一つ落とし穴あって、はい、ブロックの角度が高い。そうだね、もう一つ後ろ。このブロックのタイプは一番後ろが45度ぐらい。姿勢まっすぐして、でそのまま手をつけてみてください。姿勢崩れないように。そうだね、これぐらいでいいかな。 OK、 じゃあ今度ちょっと後ろ足そのまま移りたいと思います。つま先同じぐらいかな。ちなみに後ろ足のブロックはつま先ついてると思う。そこで基準を合わせます。前足は曲がってるあたりでした。後ろ足はつま先を合わせて、ではちょっと後ろ足のチェックも、ではちょっと構えてみてください。で、そうですね、前足のすねが水平。ではそのままブロックも一段高くなってる。腰を上げてみてください。スーッと。これ角度としてはこれぐらいですね。どうですか。結構いけない。僕は窮屈じゃないです。遠すぎる気はする。いや、いけそう。じゃあちょっと実際やってみましょう。じゃあちょっと起き上がって足とかでね、はい、こうやってギーギーってやる人、はい、いるんですが、はい、いや、みんなじゃないですか。みんなのね、はい、でみんなのあれサイズって実は変わるんですよ、はい。で足もむくんだりするサイズが大きくなったりするので、はい、信用できない。信用できない。スタートブロックっていうのは隣の人間は変わるし、風は吹くし、緊張感もあるし、すごくいろんな結果があるし、はい、ブロックだけは絶対に変わらない。ブロックだけは絶対に唯一いつも通りができることなので、はい、ここはやっぱ丁寧に。なるほど。順天堂大学の選手が変わったのは、はい、指の長さ、はい、けど、高校の選手がメジャー、先端を合わせて何センチ。54センチ。後ろ足から今度はちょっとくるっと回して86センチです。86センチ、はい。でやるともうほぼあらゆる場所でほぼ同じ距離感がちゃんと作れるようになってくるので、やっぱりここちゃんと長さ測っておくっていうのはやっぱ基礎。オリンピックの決勝、よくよく見ると、はい、セッティングでメジャーだと結構いい。では構え方に移ります。ダッシュで行こうぜ。追い泡手の幅はまっすぐ、前足のすねは水平、足首はしっかり締まってる。でこれがポイントにまずなります。そしてもう一つだけ、首を完全にリラックスの圧力がらーん、ややスタートラインのちょっと奥あたりを見えるようになる。なんでかっていうと、ここ割り切ってしまうと体を起こした時に
起こってしまったりとか、はい、力みにつながりやすいので、はい、リラックスするためにここが垂直90度になるようにします、はい、で首はリラックス、目線の位置を変えないようにして腰を上げて一旦リラックスストレスなんもないです。ちょっと動画でまた掴んじゃった春子ちゃんパターンだ。はい、わかりました。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会にさようなら。あ、あ。